最近の私のね大発見、大発見がすごい続いてる。みんなキンプリ、私がキンプリが好きなことを大体分かってきてる今ね。みんなキンプリの平野くん、キンプリ全体すっごいゆるゆるしてるから、 YouTube でちょっと探してみんな励まされてみて。平野くん筆頭に全員なんかね、おバカさんね、あの飛ぶ族。で私やっぱりね、今ね、なんていう、2014年の頃に戻ってんのね、中身が。始めた頃ってこと？そう、ブログを始めるぞってなった時に、うん、本当に何にも考えずにただただ好きなことしようっていう時の自分に戻ってて、でそっから5年だった、うん、5年ね、5年間何してたかっていうと、なんか大きくなっちゃったんだよね、私のやってる仕事が。あの、ファンの方がだんだん増えてって、でなんかね、その長的存在になっちゃった。あのリーダーみたいな。でそこで私さ、ちゃんとしなきゃスイッチ自分で入れたんだよね。またなんかそれを捨てて2014年にやったはずなのに、10人20人30人だったメガクラブが今さ、セカンドも合わせて、うん、何人だっけ、あのファーストもちょっと減ってんだけど、今450足す90か、うん、何人、550人ぐらい、うん、550人ぐらいもいるの。なんかその数字に私さ、なんかこう背負っちゃって、ちゃんとしなきゃってもう無意識でやってたのね。うん、だから頼られるようになっても来たし、なんか教えてって来られたりとか、なんかでそういうタイプじゃないんだけど一生懸命やっちゃってたので、もう平野くんの前にもさ、いろんなこう お知らせっていうか、そういうなんかちゃんとしてない人見る場面が増えてきたのね、私の中で。あれ、あ、そうやってもよかったんだとか。で、ある日平野くんのあのさ、なんか騙されるモニタリングの番組で、あの娘のさ、メゴ子が、私はさ途中で、あ、なんかジャニーズか、お風呂入ってこようみたいな感じでお風呂入っちゃった。そしたら娘がさ、ママあれ絶対見た方がいいよって言って、録画しといたから絶対絶対見てねって言って去っていったのね。で、そんなに言うなら見てあげようかぐらいの気持ちで見たら、もうめちゃめちゃ稲妻に打たれたような。私なんかちゃんとしてたってもう本当に分かって、なんかあのぐらい、なんかテレビに出る人なのにこうしなければいけないとか全然ないわけ。なんかアイドルだからこうしなければいけないとか、で私はいっぱいこうすべきっていうのをまだまだいっぱい持ってて、だからさ、すっごい月一でも緊張するようになっちゃってたし、こんな大人数の前でなんかしっかりちゃんとしたこと言わなきゃとか、ちゃんとした言葉遣いで喋んないとダメなんじゃないって、みんなのなんかお手本にならなきゃダメなんじゃないって、そっちのちゃんとした人間に戻っちゃってたのね。で、そう、先月までめちゃめちゃ緊張してたんだけど、でここね何週間かめちゃめちゃなんかすごいいっぱい気がついて、でそれをね、毎日毎日こう実行していってたら、なんか一昨日デパートでさ、あのお堂々歩きね、お堂々歩きしてみたらすっごいなんか分かったの。え、私これでいいって。あとビートレに行った時、本当になんかあのこ何もう考える暇もなくさ、あの人混みの中を歩かなきゃいけなくって、なんかそれが逆によくって、なんか1階から2階までも行けなくなったりさ、あの怖くなって、で人に頼んでさ、あのマリコ様ね、マリコ様とか私の好きなさ涌田美香さんね、あの人たちをの
あの大御所たちをなんか手下のようにしてね、2階まで連れてってもらったの私私それしていいんだと思って、なんかさやっぱりこうちょっと罪悪感とかちょっと恥ずかしいとか、それくらいもできないのって思われることがまだまだね私嫌なのね。で昨日もさ、そのなんかビートレもそうして、 なんかすごいおかげさまでね仙台に帰ってこれて楽しくってね、でビートレの後になんだデパートを堂々歩き歩きあって、まだあったっけ、なんか毎日なんかやってんだ私。あのほんで昨日歯医者さんとか、そう、昨日歯医者に行って、歯医者でもうプル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 震えちゃったのね。あのお医者さんさ、口見るじゃん、口開けてって、口開けながらすごくガクガクしてんのもう、あ、私この姿見られるのすごい恥ずかしかったんだと思って、だけど先生たちがさ本当になんかより親切に、なんか私が安心するようにいっぱい考えてくれるのね。どうしたらいいとか、あの今から麻酔するねっていう時、私もう止めて、いや今ちょっと待てってなって、今ちょっと もうちょっとすっごい私怖いから、あの先生怖い怖いって言ってごめんねって言って、でも私今怖くて、なんかそういうもう感謝の気持ちも後から言うって言って、あの先生注射する前にねもう一回深呼吸させてって言ったら、先生がもういくらでもしてって。でも本当はさ先生はさ、あのなんていうの、麻酔する前にする麻酔をかけてるわけ、あの表面にこう塗るのね。それ切れないうちに本当やりたいみたいで私がなんか緊張するって言ってる時に、ちょっと今刺させてって言って刺してきたのよで私もういきなり今刺させてそう、今ちょっと刺させて、ちょっとしか入れないからみたいな、多分あれ切れるんだろうねすぐ表面のやつがもうだからもうこうなんていうのかな、もう院内一度私にかかりきりになったのね。あのもう誰も人が来ない時間に呼ばれていくから、うん、でね、そんなご迷惑かけるの私すごいこの世で一番嫌だったんだけど、それをね歯医者でね今やってみてるわけ。そしたらさ、なんか私みたいなこの迷惑かけてめんどくさい人間がこんな風に親切にされて治療を受けていいんだって、私本当に実感してんのね今。だからそしたらさ、月一なんかね、私のこと全員知ってる人が来てくれて、だから私みんなの前でももうこう隠さないでね、今お腹痛いとか、今なんかもう吐きそうとか、今ドキドキしててなんか人の話も聞けないからちょっと雑談しようとか、もう何でも言っていいと思ったらすごいゆるっとしたのね。これ私のなんかね大発見で、私もう赤々治っちゃうんじゃないぐらいの一個一個やってったらよ、あのね全部違うから、思い込みが、外に出る時の思い込みと、なんて言うんだろう、そのちゃんとしなきゃの種類がさ自分で分かってなかったのね。うん、デパートでだったら猫背で歩いちゃいけないとか、私なりのさ教訓があるのよ。教訓なんだろう、ルールがあって、それを一個一個私が分かってなくって、それが分かった時にすごいパッカンしたのね。うん、あのなんかこう蛇行して歩いていいとか、デパートでこれさ、私さみんな普通のイオンとかで、私そうなのね、イオンとか、なカジュアルなデパートで、みんな想像してほしいのは、みんなグッチとかね行ってごらんなさい、グッチ。私はそのグッチで受ける緊張感をジャスコとかイオンで感じてるわけわかる？みんなちょっとグッチに行くとだらしない格好とかしていけないわとかちょっと思うでしょ。ハイブランドの店、私今日どんな風に見られてるんだろうって人の目気にしたりとか、それを私ジャスコイオンでやるのね。ジャスコイオンで、あのもうすごいこう怪しい人になって歩くっていう、うん、分かってもらえるかしら なんか分かった
なんか分かった、多分私、そうなんだと思ってる人はめちゃめちゃ自分がこう緊張するような場所をイメージしてみてほしいのね。そこでそれ私やってるっていう、あの片言で喋ってみたとかね。緊張してる時片言になるんだよね、なんか分かんなくなる組み立て方が、うんの、うん。で実際なんか日常であれやこれや今日これやるって、私なんか毎日なんかいろいろやることあって超忙しくって、あのゴールドの人にもね教えること全然ないの、もうなんかやること違うじゃない、ゴールドの人と私と、うん、ある人はお母さんにさ本音を言うことかもしれないし、私そこちょっとあのもう毎日もうなんか普通になってきてるから、両親にあれこれ言うことが、昔はすっごい頑張んないと言えなかったんだけど、そこを始める人もいるしさ、あのご近所付き合いでやる人もいるだろうし、ママ友でやる人もいるだろうしね、うん、私はなんか人はあんまり怖くなくって、そのなんか大人数のところがなんか怖いのね、ビートレ会場とかさ、映画館とか月一とかトークショー、うん、そう、だからそこが一番なんか私みんなにこうだよって、これでいいって見せてあげれる場だなと思って、うん、私のなんか生のやってる現場をみんなデパートとかで見てもらえないじゃない、私漫画に描くけど歯医者とかでも生現場見れるのトークショーか月一かなんだろう、うん、私のトライする場所ってそっちだから、だからみんなはなんかね自分に置き換えて考えてみてほしいの。そしたら、めぐちゃんそういうとこでやるんだ、じゃあ私の一番すごい緊張したりこうハカハカする自分、情けない自分、見せたくない場所どこかなって、それをねなんかトライしてほしいと思って、うん、うん、人事じゃなくてこう自分はどうなのかなみたいな、うん、うん、で私スーパースターの本読んでね、あのこの中でも勘違いしている人いるんだけど、私マスターコースとか全然行ってないんだけど、いまだにマスターコース何期生って言われるのね、あの私そういうの通えない人で、そこまで行けないのよね、マスターコースに通うとか合宿するとかもう今も無理で、だから自宅でやるしかなかったので、本見てブログ読んで、私はスーパースターのやってることを自分ごとに置き換えてやったのね、全部私やるの これだなって、スーパースターがなんだかんだやってるの見たら、あのあじゃあ私は家の中で夫にこれ言うことだなとか、だからさ、なんか大きいことじゃなくて本当に小さいこと、うん、なんかみんなやってみてっていうのをなんか私今日この気持ちがあるうちに言いたかった、うん、よかった言えて、さっぱりした、もう終わろう、そして今日誰も喋んないで終わるっていうね。じゃあ今日は本当に今あんまりハカハカしたりとかしてないんだ。全然しない、なんかみんなの前でもうさらけ出せると思ったら、うん、なんか歯医者さんにもあそこまでさらけ出して、なんかね恥ずかしさっていうか、こうなんていうの、なんだこう変なプライドがあったんだよね、うん、なんか大人として47歳としてこうしなきゃいけない、もうこうこれは超えてていいんじゃないみたいな、うん、でも私全然やっぱりまだ今一人で外に出るのすごい怖いし、今も薬局行ってきてって言われたらいけないんだよね、うんうん、歯医者さんも夫が付き添いで来てくれるし、もうさだから受付の人も苦笑い、私が登場したら頑張ってきましたねぐらいの、うん、そうだからなんか、うん、それも安心だしね、あ分かってくれてるみたいな、うん、うん、そうで、なんか私すっきりした、もう喋った、うん
ではみんなに行こっか一回これ。じゃあよし、ありがとね。はい。